さあさあ、今回もだいぶ長かったけど、そろそろもうそろそろ終わるんじゃないか。そして今、私は今ミナモッシーにいるってことですね。ちゃんと空を飛ぶができてれば。で、行くかマグマダアーチドに。今多分おそらく、ポケセンの隣というかポケセンの目の前にいるでしょうから、まず右に行きます。あ、なんだこれは、壁か。あ、壁だな。じゃあ、あ、なんだ今なんかフンって出たな。え、お、え、なんだろうこれ。え、え、なにこれ。え、なにこれ。え、え、なんか知らないイベントがあるんだけど。え、え、なんか話が終わらない。え、なんだろうこれ。なんなんだろうこれ。ちょっと俺の知らない要素があるここに。ちょっと無視するかこれは。とりあえずこれ壁だとしたら下行って右行ってこの辺に階段あるよな。なんか上に登るこの辺に、この辺に。ちょっとミラモッシーのさ、ちょっと待って、ミラモッシーの壮大な音楽がうるさすぎて壁に当たる音がごめん、壁に当たる音が聞こえないんだけど。あ、聞こえた、これな。じゃあこの辺で、あ、あ、なんだこれ。あれ、波乗りできない。あれ、波乗りできない。あれ、できないのかな。あ、できた。え、何だったんだ今の何だったんだ今の。ちょっとあまり考えないようにしよう。あ、一発でいけた。さあ着きました。今回の最大の目的であるマグマ団、マグマ団だよね多分これ。マグマ団のアジトへやってきました。ですね、なんかね、ここにどうやらマスターボールもあるらしくて、ちょっとそれも取りたいよね。グラードン使うかどうかわかんないけど、とりあえず捕まえたいみたいな感じで行こうかな。とりあえず上行くじゃん。上行って多分ここそのまま上入れるよな。あー、でもなんか壁があんな。壁があるってことは、あれ、あ、移動した。あれ、移動したな。あれ、待って、これまっすぐ行って壁あって左ってトレーナーいたら合ってるんだけど、壁あるかな。あ、壁で左行ったらトレーナーいる。あ、やばい、あー、これちょっと終わったかもしんない待って、ここにさマグマ団います。ここに、ここにマグマ団います。ここにマグマ団いない、この辺に。やべえ、俺今どこ、あれ、これもしかしてまたこの内装違うパティン。それあかんじゃん、それあかんじゃないの。ちょっとこれ大丈夫かな。ちょっと待って、今移動したんだよな。でも移動したってことは今2階にいるって考えた方がいいのかな。今2階にいるのかな。じゃあ2階にいるとしたら、下行って右の方にワープパネルがあるんだな。ワープパネル、ワープパネル、ワープパネル、あったあったあった。そしたら A の部屋に移動したのかな。これ俺合ってる、合ってる、これちょっと今一瞬音止まったけど、これ上行って、あ、壁か。あ、でも狭いな。待って。あ、割と狭いな。あ、じゃあ合ってるはず。え、この辺にさ、階段ねえ、階段。あ、踏んじゃった。ちょっと待って、もう一回戻って。この辺に階段あるんだよ、この辺に。ちょっと待って、右手の法則使っていくかい？こうやって。え、階段なくね。ちょっと待って、階段なくね。ちょっと A ボタンとか連打してみるか。ちょっと A ボタンとか連打してみるか。おお、あ、誰かいる。あ、誰かいるよ。おい、え、こいつ何、こいつ誰、あれかな、捕虜、捕虜とかかな。マグマ団に捕まってるちっちゃい女の子とか。え、ちょっと連れてこうぜこいつ。じゃ、この女の子を連れてって他ないのかな。ちょっと待って、ちょっと、どんだけお前に話しかけとんの。ちょっと、おい、ちょっと待って、え、なんか他ないのかな。あ、なんかあった。なんだこれ。え、なんだこれ、ちょっと待って。え、これだ、かなり重要なアイテムなんじゃないか。ちょっと待ってね、今多分1階から移動して2階に来たと思うんで、2階のワープパネルを乗って、あ、あれかな、ちょっと PPMAX かな。ここ、なんか PPMAX が置いてあるんだよ。PPMAX を取ったのかもしんないな。あ、じゃあ多分ここのワープパネルじゃないんだな。
もう一個上のワープパネルか。あと捕虜の女の子が、捕虜の女の子だか捕虜の男の子だかよく分かんないけど、まあ、多分どっちかを捕まえたと。で、多分この上、この上にワープパネルでしょ。あ、ない。あ、これ多分俺が乗ってきたやつだよね。ちょっと待って、もう一回これに乗って捕虜の男の子を取って、下かな。あー違うなーこれー。うわー出たー、もうこれあかんってお前これ違うのやばいってよー。ちょっと待って待って、でもここにさワープパネルがあるんだよね。じゃあワープパネル形式っていうの合ってるんだよね。あれ消えたな、あれ消えた、あれワープパネル消えた、あれワープパネル消えた。待って、でもどうせここに乗ってもしょうがないから、待って待って、ちょ右手の法則使ってっか。右手の法則使ってって、こうやってな、1マス、ああこれはあれか、今俺が踏んできたやつな。でもう一回これに乗りの、ちょ上から行くか、上行って左下左上左、こうやってやってればこうやってやってればいつかさ、あ長いな、あ移動しちゃった、あ俺多分こっから来たんだよな。あーじゃあここはあんま意味ないか。じゃあ直進して壁ぶつかったら左かな。壁ぶつかった、これ以上左上は、左上はいけないね、左上いけないね。あいける、左上いける、左は左側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 いけないな。じゃ下か下か、右下右下ごめん、ちょっとみんな付き合ってな、ちょっとここまた内装が近くてさ、あ下行ける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 、移動した、あーちょっとこの移動したっていうのがな、なんだろう、多分ワープパネルで移動するだろうから、これじゃないんじゃないかな。これ多分最初の入り口だよね。いやちょっとわかんねえこれ。やばいかもしんない。これちょっとやべえぞ。なあちょっとこれどうすんだよ。ちょっと待って、右、あ待って、でも左の上の方がいけんだよな。ここに、ちょっと待って、ここにもしかしたらワープパネルがあるんじゃないかという俺のこの読みは、あったー、ちょっと待って、あったぞおい、ちょっと待ってな待って待って落ち着け。まずどこに移動した、これは A の部屋かな。 A の部屋に移動したとしたら上に行けば階段があるはず。階段が、階段がない、階段がない、階段がある、階段がない、階段がある、階段があったんだよ。部屋の間取りが全然ちげえじゃねえかよ。おいこれどうすんだよ、どうやってクリアすんだよ。またここで1時間半とかかかんのかよ。もうふざけんなよ、最悪だなおい。下下進化、はい波乗り、とりあえずこれで全部ぶっ倒してもらって、はい、メガ進化して、ちょっと早く早く見させてほしいんだけど俺ねえ、このメガラグラージの姿を、真の姿を見せてほしいんだけど。はい一発、ちょっと名前聞こうな、ちゃんと、まあ、同性でもパゴパドンメルだろ。でもなんかこの辺ってさ大抵さあれだろ、なんかドンメルとかさあれ、あと何ズバッとゴルバッとポチエナグライナぐらいしか出てこないでしょ。まあ、そんな困るものじゃないんだよ、でも全然。はい、さーてと、待って今俺どうやって来たんだっけ。左の方にワークパネルがあるのかな、これ。この辺にない、この辺にあるあるある。じゃあちょっと待って、もう一回乗って、ここ右直進するとトレーナーがいる。じゃあ右でいいんじゃないか。右直進すると右トレーナーいたんでしょ。移動した移動した移動した、おいおい移動したぞ、おいお前らみんな移動したぞ。じゃあ合ってんだな、待って、
これ左ワークパネル、右直進だよな。これ合ってんだよな。ここ来ました。ちょっと待って、もうこれ攻略本閉じていいですか、これマジで意味がないんで、ちょっともう攻略本見ないで、ちょっともう真っ暗状態だな。じゃあ次どっちだろう。また右直進してみる。あこれずっともしかしたら右直進でいけるパティン。確かになんかポケモンってさ、あれじゃん、なんか俺たちがやってた頃よりさ、今の方が多分子供向けに作られてるじゃん、おそらく。だとしたらもっと簡単にできてんじゃないかな。だから俺このまま右直進してるだけで、おそらくボスのところまで行けんじゃないかと思っておるんですが、今の多分グライナーだよな。下はい。で波乗りの PP 切れちゃうの嫌だから、ちょっと泥爆弾でも打とうかね。進化して、はい、当たるかな。当たったね。やられないか。やっぱ泥爆弾一発じゃ結構むずいんだな。お、なんだなんだなんだ今の。なんだ今お前俺に何をした。ああ、これ多分相手の攻撃だな。泥爆弾な、ちょっと命中率が不安だよね。何パーぐらいなんだろうこれ。オッケー、あ、レベルアップした。なんか覚えろ、地震とか覚えろ、なんか地震とか覚えろな、頼むから。あ、なんか覚えた、地震。これで地震覚えたかな。ちょ、地震欲しいよな。あ、なんかみんなバンバン覚えるね、技をね。すげえなんかみんなポンポン覚えるな。自信覚えたこれで。ちょっと次の勝負さ、一回試しにさ、ラグラージの沢剣の左上の技使ってみるわ。じゃあ右直進で多分いけるはず。いけるよな。いや、わかんない、いけるよなって。完全に俺の妄想。ほらほらほら、ちょっと待ってください皆さん、マジで右直進だけで終わるかもしんねえぞこれ。そんなことはないんだね。待って、これ今乗ってきたやつだよな。もう一回これに乗りまして、まあ、左かな、左直進行ってみようか。ちょっと待って、今覚えよう。待って、最初の部屋があったじゃん。で上行って、左上のとこ行ったんだよな。左上のやつ乗って、次右直進して、階段がない、階段があるって言ってトレーナー見つけたんだよ。でそのまま右直進して、また移動したんだよな。で今また右直進して、でワープパネル乗ったと。で今左直進します。左直進して、おいこれマジで直進だけでクリアできるんじゃないかこれ。マジか。いやだってね、マジでね、ないんだよ攻略本、そんな直進するみたいなね。これはゴルバットだね、多分ゴルバットだろう今。ズバットかゴルバットだよな。メガ進化して、あーちょっと一回上の音、あーでもさ、これ地震だったら当たんねえな。ちょっとゴルバットだったらまだ岩なだれでいいかな。はいはいはい、これだよな、岩なだれ。まあなだれ打ちまして、まあこれとりあえず当ててもらって、当たんないと話にならない。当たる、はいはいはい、一発 OK。あ、なんかこの辺のスタッパーはあれなんだね、一匹ずつしか持ってないんだね。じゃあ左、あれいない、なんだこれ、ああスタッパーか。じゃあ待って、左、待って、左直進できたんだよね。じゃあ下左、あ壁だな、上は、おい上行けんじゃん、おい上行けんじゃん、右は、あ右はいけないんだ、あー右はいけない、上はこれじゃ上いけない、あこれじゃいけない、あーじゃあ右、右ね、ちょっといけるところを探すしかないなこれな。いやないっすね、あいける、あーでもこれさっきの通路かな、この右行ったら通路なんじゃないかな。この辺にワープパネルある、あったね。ちょ
やめてよ、いいね押さないでよ、ちょっとごめんな。 iPhone の通知を切るの忘れてた。はい、で戻ってで、上とかはこの状態で左直進とか行きたけどさ、上とかなんか行けないのかね。あ、行ける、あ、上行ける、あ、上行ける、え、上行けるよ。あ、ちょっと待って、あのさ、マスターボールとか落ちてるかもしれないからさ、 A ボタンとか連打しながらちょっといいかな、進んでも。あ、下行ける、あれ、ちょっと上行けるんだよな、ここすげえ上行けんだよな。あ、なんかある、なんかある、なんだこれ、なんかあるけど何も起こらない、何も起こんないな。あ、なんかいる、なんかある、なんだこれ、なんだこれ、ちょっと待って、なんかあるけど何も起こらない。右は？あー、ちょっと上へ上へと進んでったらなんかあるんじゃないかなって思うんだけど。あ、なんかあった、やった、これマスターボールかな。ちょっと待って、マスターボール取りたいんだけど、マスターボール、マスターボールのちょっと保険のためにとりあえず A ボタンを連打しながらちょっと移動しようか、これから。でもそれにしてもあれだね、ちょっとここの部屋ちょっと複雑じゃねえか、なんか通路とかじゃないんだよね、あの席から。なんか待って、右、右めっちゃいける、ここ通路か、あー、じゃあここ通路か、待って、あ、乗っちゃった。あれ、でもこれさっき俺が乗ってきたやつだよな、ここじゃないんだ、そしてここじゃなくて、左行って上かなり行けたんだよね。あれ、え、あれ、ワープパネル乗ったね。あれ、ちょっと待って待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あれ、じゃあこれ違うのか。え、だってさ、さっきさ、俺が来た時、ちょっと待って、俺が来て通路があって左直進行ったらトレーナーがいたんだよ。で、左行けたじゃん。行けたじゃん。行けたじゃん。で、今、多分これ通路じゃん、今。で、なのに、左、え、見逃したのかな？見逃し三振したのかな？え、ちょっと待って。これ行くやん。あ、ちょっと待って。確認するには、まずこれ右行って、右行って戻って、で、俺確か右直進でここまで来たから左行って、左ない、左ない、あ、これ違う、あ、これ違うワープパネルだ、待って、多分今俺が乗ったやつと左にあるワープパネル違うやつだ、あかん、やばい、どうしよう、あ、オッケー、じゃあとりあえず、とりあえずあのここのワープパネルからちょっと探索しましょうか。とりあえず、あー、右直進行ってみようか。イエー移動したぜ移動したぜ、ちょっと待って、右直進行ってみようか。あ、あ、この部屋は、あ、この部屋案外狭いのかな。いや、下めっちゃ行けんな。あ、下直進か、これもしかしたら。なあ、下か、下か、右か、右か、右の真ん中の方とかに通路あるんじゃないの。ないね、下か、じゃあ下行って、左は、あー、左もあれなのかね。おお、なんかあった。今ね、私あの A ボタンを連打しながら探索しておりますよ。いや、なんもないのかな。あれなのかな、このアイテムを取るためだけの部屋だったのかな。今もう一個あったよね、なんかここじゃなくて、ここはあれだよな、俺が右直進してきたときだよね。じゃあここじゃなくて左行って、左にもあったんだよね。じゃあ左のところからちょっと探索してみようか。左行って、右直進してみよう。おい、マジか移動できちゃうんですね、右直進。あ、いけない、あー、あ、戻っちゃった。ちょっと待って、忘れそう、マジで。ちょっと待って、ちょっと忘れそう。大丈夫かな？ちょっと俺の記憶力持つかな？
じゃあ左は、左行けない、上は、上行けない、下は、あ、下行ける。なんか音がさっきからちょくちょく飛ぶのが怖いんだけど、下行ける。右は、右行けない、右行けない、左は、左行けない、あ、左行ける。あ、なんかある、なんかあるぞ。なんだこれ、なんもねえな。お、あ、なんかある。あ、なんかこの辺はなんかいろいろ調べるものがたくさんあんな。違うんだよ、攻略本と攻略本が役に立ってないの今もはや。待って、何をすりゃいいんだこれ。アジトの中を進んで潜水艇の前までたどり着くと、マグマ団の幹部が戦いを挑んでくる。バトルに勝利すると一足遅く松草を乗せた潜水艇が発進してどこかへと逃げ去ってしまう。ここまで進むと幹部と戦闘に、下っ端よりやや強いが悪タイプの弱点をついて戦おう。バトルを終えると飼いなしで奪って潜水艇で松草はどこかへ去ってしまう。なるほど。何がなるほどなんだけど何がなるほどなんだって話なんだけど、まあとりあえずあれなんだな、なんか潜水艇がある部屋に行かなきゃいけないんだな。潜水艇がある部屋っていうことは、多分あの水があって広いところなんだよ。だから多分こんな狭いところじゃないんじゃないかなって思うんだよね。だからちょっととりあえずワープパネルを探すためにちょっとまた移動しようか。どこから来たっけ、なんか右の方から来なかったっけ。あ、上かな、パネルがあった。待って、俺どうやって移動してきたっけ。ここは右直進に来たんだっけ、左でしょ。左上も行けるんだよな。右行けない、右行けない、上は、上も行けない、上も行けない。おい、ワープ装置かよあんのかい。じゃあとりあえず右直進。待ってちょっと待って、今のちょっとおさらいしていいっすかおさらいしていいっすか。今の部屋ってワープ装置がめっちゃあったよな、今の部屋。多分4つぐらいあるよね。これのやつと、変な調べるものがある部屋に直進方向に2つと、あと俺がもともと来た部屋。やば。でもここが正解のルートかもしんないしね。まず右行くじゃん。右行けないんだよ。じゃあ下行くんだよ、俺は。お、下行けんだよ。下行けんだよ、そういうところがよ。下行けるんですよ。でもなんもないんですよ。右は右。下の右は何もない。じゃあ下の左は、下の左も何もないと考えられるのは、この辺にワープ装置があるんじゃないか。ほら来たちょっと待って、俺何も分かってないけど大丈夫かこれ。右直進、右ない、左かな。ちょっと待って、左でこれ乗るじゃん。乗ってもう一回乗るんだよもう一回乗って左行くんだよ。左行くじゃん。ないんだよ左。ちょっと左ないんだよ。じゃあ上じゃん、上じゃん、上じゃないじゃん。じゃあ下じゃん、下じゃないんじゃん、下じゃん、下じゃん。で右じゃん、右じゃないじゃん。上じゃん、上じゃないじゃん。左じゃん、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 左じゃないんじゃん。じゃ下じゃん、下じゃん下じゃん。右は、右じゃないじゃん。上は、あれ、あ、これ以上俺が今乗ったやつかな。待って、こうして、じゃ左は、左じゃん右は、右じゃんじゃあ右は、右じゃん。ちょっとすっ
け、ちょっと待って、いつだったら終わんのこれ。上は、上行けない、下は、下行けない、じゃあ左は、左じゃん。あ、わかった、ちょっと待って、これ攻略本あるわ、攻略本にある、これこの変なの、なんか右とか左とかにめっちゃあるやつでしょこれ、多分合ってんじゃねえ、そしたら、え、合ってんじゃね、そしたら待って、あ、これあれだ、あのね、ちょ、皆さん、もしかしたら、これもしかしたらね、一番この部屋の一番右下の部屋に行ったらマスターボールがあるわ。ちょっと待って、マスターボール行くか、ちょっと待って、だから要はね、ずっと右行ってりゃいい、これなの、ずっと右行ってりゃいい、あれ、いけない、ちょっと待って、じゃあ待って、一回戻って、もう一回戻って、あれ、ちょっと待って、一回戻って、あれ、いけないな、あれ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 、俺、ちょっと待って、あった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 、待って、左行って、左行って、あれあれ、わかんなくなっちゃった、あれ、わかんなくなっちゃった、わかんなくなっちゃった、ちょっと待って、ちょっと待って、左、あ、あったあったあった、左手、ちょっと右手、ずっと右手よ、ずっと右手、多分ね、右にあるんだよ、あれが、ワープ装置が、ずっと右に行って、多分いつかなんか、あれ、この部屋おかしいぞみたいなね、感じになるんじゃないかと。ほら来た、この部屋おかしいぞって部屋に、え、多分、ちょっと待って、左の方に、ちょっと一回上行くじゃん、左行くじゃん、え、この辺にマスターボールない、この辺に、この辺にマスターボールない、この辺に、この辺にマスターボールない、ちょっと待って、マスターボール探そう、ちょ、 A ボタン連打して、A ボタン連打してマスターボール探そう、あ、やばい、乗っちゃった、ちょっと一回戻って、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 ちょ、右、あ、マスターボール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 、おわなんだ、びっくりしたあれ、マスターボール、あ、マスターボールを守ってる人なのかな、これが、あれ、マスターボールを守ってる人なんじゃない、こいつが、いやいやいや、ちょっとそういえば団長によ、マスターボール守れって言われちまってよ、俺はここを通すわけにはいかねえんだよみたいな感じの敵、キボンヌ、あ、あ、今自信打てばよかった自信かどうかわかんないけど、これ合ってんのかな、マジで、マスボー、え、マスボー欲しいんだけど、マスボー倒して、次なんだろう、あー、これゴルバットだな、だったら右上、はい、これ一発でしょ、あ、いたいた、相手の方が S 早いのかな、おい、外してんのかい、オッケー、あ、ゴルバット相手ならあれなんだね、先制取れるんだね、オッケー、ちょっと左の方探してみよう、これこの後、た、左の方にあるはず、マスボがあるでしょ、この辺に、あ、あった、あ、あ、違う違う、あれ、こいつ、お前邪魔だよ、ああ、あ、乗っちゃった、あれ、あ、この部屋か、じゃあこの部屋に、あ、あ、ある、あ、あ、これか、これじゃない、これじゃない、ちょっと待って、これじゃない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 、マスターボール、マスターボールは、この辺に、この、なんかこの辺にない、マスターボール、この辺にマスターボールない、あー、びっくりした、え、なんだろう、今俺進めてんのかな、一応あの下っ端と戦ってるってことは多分一応進んではいるんだろうけど、あー、多分なんだ今の、ちょっと聞いてなかった、ちょっと今の聞いてなかった、あ、ちょっとここで自信試そう、はい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 、で左上の技、多分これ自信だよな、分かんない、自信かどうか分かんないよ、ただあまりにも技覚えてるからそろそろ自信覚えてんじゃないかとね、そう思ったわけですよ、私自信かな、あー、なんか自信っぽくないけど、なんか攻撃技だってことは分かった、なんとなくオッケー、分かった、ちょっと待って、マスターボールの部屋じゃないのかな、この辺、待って、じゃあ
って、これ上、上行って、上上上上上上行って、上行けないね。左は？左上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 行けない。なんかこの辺に。なんすか急に。なんすか急に。あのポケモン史上聞いたことない、ポケモン史上聞いたことない BGM が鳴ってるんだけど今。何これ。はい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 。あ、戦いになった。なんじゃ戦いになったんだけど。何今のは。何今のは。てかブブブブブーって、え、何今のこれ。よくわかんない。とりあえず波乗り打っとこう。あれ、これ普通のトレーナー戦じゃないのかな。ダブルバトルとかかな。ダブルバトルとかかな。まあいいや。とりあえず波乗り打って。おう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 。あれ、なんか前進だ。あれ終わった。え、なんだったの今の。え、な、なに、ちょっと、え、いや、普通じゃないでしょこの BGM。 なにこれ。え、普通じゃないこれ、なにこれ。なんだこれ。あ、終わった。あ、終わった。え、なんだったんだろう今の。あれかな、隠しキャラ的な。左ぶっ壊して左上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 。あっ、なんかいる。え、あれ、あ、なに、なにこれ。今何の時間。待て、あ、あ、メニューが開ける。え、なんだったんだ今の。左行って下はなんもない。あ、なんかあった。あー、やっと見つけた。え、これマスボッシュ。これ、え、これマスターボールじゃないの。あ、ネストボールかもしれない。なんかなんかあるわ、ネストボールみたいなのボールが。ちょっともうちょっと狭い部屋だと思ったんだけどな。マスターボール、あ、すげえ上いけんじゃん。すげえ上いけんじゃん。え、すげえ上いけんじゃん。え、果てしなく上いけるんだけど。え、なんで。あ、なんだ、びっくりした。あれか、会話中だったんか。いいよ。話長えな。あ、これ幹部かな。幹部だとしたらもうここで終わりだね。ちょっと強制移動で戻りたい。ここもう俺出られる自信がないよ、これ。このアジト。はいはいはい、メガ進化の波乗りと、まあこれで一発で やられるでしょう。ちょっとさ、俺ポケ戦でやめたいんだけどな。ちょっとこれ出られるかな。え、それだけが心配。今強制移動で戻ってほしいんだよな、どっちかっていうと。誰か来ないかな。なんかはるかとかがさ、やってきてさ、なんだっけ、ゆはくん大丈夫みたいな感じで、え、大変だったねって、なんかあのお得意のさ、手のあのなんかなでなでするようなさ行為をやった後に、じゃあ一緒にミナモッシーに戻ろうよとか、なんかてか、なんだったらさ、トクサネッシーに行こうよみたいな感じでトクサネッシーまで運んでほしいんだけど、できることならやってほしい。弱弱。なんだったんだ今の。ね、これで多分あれだよな、潜水艇がどっかに行ってしまって、ああみたいな。そしたらあともう出るだけなんだけど、どうしよっかな。これさ、マスボさ、もういらなくね。どっちかっていうと、なんかもうさ、だって俺多分グラードン倒すし、いやでもグラードン頑張って捕まえようかな。でもさ、マスボも俺拾える気がしないんだよな。だからさ、もうなんか、まあ、そのクラウドのことはおいおい考えるとしてさ、とりあえず今出ようとしない。赤いは終わってる。
待って、ちょっとさ、一応絶対使えないとは思うんだけど、ちょっと空を飛ぶ使っていいですか。何番目だっけ、5番目でな。はいはい、で、はいはい、で、いけ、連打。あ、くそ使えねえな、マジ使えねえなお前な。うわー、ここでテレポートあったら一瞬で戻れたのに。テレポートあったら一瞬で戻れたのに。あると思いますね。はい、というわけで、次の目標はですね、これをクリアしたらあれだね、トクサネシティに行ってジムリーダーを倒す、そこまでやりたいと思います。だから、頑張って編集してこの下りを見て、頑張ってここ脱出してトクサネシティ行ってジムリーダーを倒すまで画面を見ないみたいな感じになると思いますね。はい、というわけで皆さん、ここまでご視聴してくださってありがとうございました。次回に続きます。さようなら。テレポートに続き、サイコキネシスまで忘れたテシミヤはトクサネジムで挽回しようとする。しかし現実はそうもいかなかった。次回、消えた大悟。この次もサービスサービス。